これはオーラニスモです、スピーカーについてはですね、パイオニアのセパレートタイプのものに交換済みです。これですね、ツイーター、まあ、ウーハーは中に入ってますけども、このようにパイオニア のセパレートタイプ のスピーカーに交換済みですが、今回こういうものを購入しました、ビートソニックさんのトーン X という商品ですね。これをこの車に取り付けていきたいと思います。どのように取り付けるかは配線図で説明します。これが現在のオーラニスモのスピーカーの構成ですね。まあ、こちらに純正のナビがあって、スピーカーの出力が純正カプラーを介してフロントドアとリアドアへ行ってます。それでフロントドアについてはパイオニアの TSC1730S2 というセパレートスピーカーに交換しています。これ、まあ、このスピーカーに付属のネットワークを介してミッドバスとツイーターを接続してますね。これでかなり音が良くなりましたので、これでも十分なんですけども、今回はビートソニックさんの DSP アンプを取り付けることにしました。それでリアについては純正のスピーカーのそのまんまですね。それでこの構成でどこにその DSP アンプを取り付けるかということですけども、これがビートソニックのトーン X を取り付けた時の配線図になりますけども、ここの純正ナビからスピーカーへ行く配線の間にですね、この車種専用のハーネスを使って、このアンプ内蔵 DSP を割り込ませると、いうことになります。カプラオンで何て言いますか、割り込ませることができるようにこういう専用のハーネスがついてます。これが本体ですね、トーン X の本体で、幅170mm、奥行き103mm、高さ45mm という大きさのものですけども、これは助手席の下へ置く予定ですね。ですからこの専用ハーネスを割り込ませた配線を、助手席のシートの下まで引っ張る必要があります。ここのカプラーを外して、純正ナビのカプラーを外して、これを割り込ま、このハーネスを割り込ませますので、ナビを取り外す必要がありますね。この、その作業は、このオーラニスモの場合は非常に簡単ですので、問題なくできると思います。それからこのトーン X の機能ですけども、アンプ内蔵ですので、45W AB級の 45W のアンプが4つ入ってますね。これはフロント2チャンネルとリア2チャンネルの 4チャンネル分が入ってます。そして DSP ということでタイムアライメントですねの調整、このスピーカーの位置が4箇所、運転席から例えばの距離が、この4つのスピーカー距離が違うんですけども、それを時間と差を合わせるためにタイムアライメント機能なんかあったりします。あるいは低音が出ないとか高音が出ない場合に調整する帯域別にイコライジングすることができる機能、そういう機能がここについてますね。で、それは自分で調整、パソコンを接続すれば自分で調整することもできますが、これはメーカーで車種別のサウンドファイルがありますので、オーラニスモ用のものがありますので、その標準のものでよければ何も調整することなく使うことができるようになります。で、これがそのトーン X の背面ですね。ここへ配線のコネクタを挿す形になりますね。それからサブウーハーとかラインのアウトがありますので、スピーカーを増設したり、
サブウーファーを増設するということも、この端子から出力を取って増設することができます。それからまあパソコンと接続する場合のこの USB 端子もついております。で、まあ、この本体自身はここのコネクタですから、このコネクタからパワー電源を取りますので、ナビから電源を取っている形になりますね。純正のナビからの電源を取っている形になります。で、まあ、これがパソコンをつなぐ時の説明のあれですね。それからこれはこう専用のソフトがビートソニックのサイトにありますので、それをダウンロードしてこういう画面を出して調整するという形になりますね。それからまあこれはタイムアライメントのやり方についての説明の画面ですけども、まあこういうことができるということです。それでは車に戻って、このトーン X をナビの裏を開いて取り付けていきたいと思います。それではナビを外していきます。はい、この蓋が取れました。ここにネジがあります、左右に2箇所ありますので、これを外します。はい、4個外しました。そうするとこれを手前に引っ張ります。はい、抜けました。ナビをこのように引き出したところですけども、ここに TB キャンセラーがついてますね。これはデータシステムの NTB427 というタイプのものですね。それで取り付けるコネクタはこれになりますね。本来はこちらにコネクタがあるんですけど、テレビキャンセラーが入ってますので、そのテレビキャンセラーにシリーズに入れますので、このテレビキャンセラーの割り込ましてあるテレビキャンセラーのコネクタを外して、ここへもう一個トーン X のコネクタを割り込ませるという形になります。これがトーン X のコネクタで、このメスの方ですね、これを引っこ抜いて、このメスの方を入れて、このオスの方をこっちのメスの方を入れるという形になります。車側のコネクタにこのメスの方のコネクタを挿しました。それでこのテレビキャンセラーの方のメスのコネクタにオスを挿します。はい、これで終わりましたが、アースを取る必要がありますね。アースはこのネジに後で一緒に締め付ける形にしたいと思います。それでこのトーン X のケーブルをこう下へ通す必要があります。この下へこう通していく形ですね。
ちょっと覗き込んでやっていきます。はい、グローブボックスを外して上からこの線を通しました。こうですね。これで助手席の下まで引っ張り回します。グローブボックス横の隙間からこう線を通しました。これですね。でこれはこのセンターコンソールのこの下ですね、この部分に入れて助手席の下まで配線します。まあ、ここにある蓋ですね、これをちょっと今から閉めますけども、このサイドのカバーを取り付けました。まあ、こんな風に線はなってますね。これで一応足元は隠れて、隠れましたし、このグローブボックスも問題なく開閉できます。それじゃあこの最後の仕上げをします。助手席の下に本体を置きます。配線はこのセンターコンソールの横を通して、助手席の横まで引き込みました。それでこちらがあれですね、本体ですね、これ椅子の下に置きました。これで取り付け完了です。それではちょっと音を聞いてみたいと思います。まあ、著作権の関係上あまり長く音楽流せませんが、まあ、いつも聴いている音楽ですけども、なんか音に艶が出たというか奥行き感が出たというか、まあ、明らかに改善されたということが分かります。このパイオニアのスピーカーに交換した時もかなり良くなったんですけど、さらに良くなった感じで、まあなんていうか、それなりの取り付けたそれなりの効果はあったなと感じています。まあ取り付けはそれほど難しくないんですけども、まあグローブボックスを外さなきゃいけないので少し手こずりましたけども、一応無事完了しました。最後までご覧になっていただきありがとうございました。